ご乗車ありがとうございます。このバスは北九州市経由アンデルセン公園行きです。次は天沼でございます。サンガーデンは金融住宅、高生活はお日様さんさん、住まいも立ちもさんさんは近く金融住宅。次は国土レーザー治療、皮膚の外科なら船橋平成外科クリニック。おでき、巻き爪、まぶたの下がりなどもご相談ください。船橋平成外科クリニックは伊東洋華堂入居ビル6階です。ドキドキがいっぱいの船橋競馬ハートビートナイター。平成電鉄船橋競馬場駅から徒歩5分。開催日は船橋競馬で検索。千葉県の皆さん、確認政治確認だーです。店の電話でお金を奪う電話で詐欺が増え続けています。カバンをなくした、還付金がもらえる、そんな電話はすぐに切って家族や役所に確認だ。家族の間で合言葉を決めておくのも有効です。しっかり確認してストップ、電話で詐欺。サービスショップ船橋休み店アイデス前でございます。次は夏見台団地。夏見台団地ゲスト美容結果も受け付けております。金田整形外科クリニック前でございます。生活通貨保養臨場の店舗次を確認の方は生徒が次でお降りください。運賃が変わりますのでご注意ください。次は
ンデルセン公園西口、アンデルセン公園西口でございます。アンデルセン公園西ゲートご利用のお客様はこちらでお降りください。北ゲートご利用のお客様は先の天神の森停留所でお降りください。次は天神の森でございます。日本最大級の規模と品格を備えた永代供養墓、浄円墓。正代寺昭和浄円は県民の森そばです。アンデルセン公園北ゲート豊富農協前においでの方はこちらでお降りください。終点でございます。豊臣出張所へはこちらでお降りください。本日は船橋新京成バスをご利用いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。アンデルセン公園の終点です。